はいどうもみなさんこんにちは、ゆすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけでぷよテト2、本日2本目、やっていきたいと思います。やっていこうか。今回はぷよぷよリーグですか？ぷよぷよリーグですね。これ、朝の4時くらいに撮っているんですけど、ぷよリーグがちょっと魔境すぎるんですよね。なんで、強い人ばっかりだった。わからない？ぷよスポ動画を最後に出した日からやってなかったから、単純に僕が下手くそになっている可能性もある。なので今回は上司とかできないのでなるべく隙のない構えをしたいと思ったんですけど、早速たくさんのお邪魔ぷよを食らってしまいましたね。これはちょっとヤバそう。さすがに3段振ってしまうとどうしようもないっすね。なんか対応てなかったの。ちょっと連鎖の構築に失敗したわ。謎の単発も打っちゃったし。今回もお互いに先折り GTR だな。ぷよテト2のこの操作音とカサカサ音めっちゃ好きなんだよね。そういえばぷよに関しては大きく雰囲気変わったよね。パッと見て変化が大きいのはぷよの方だな。相手は、縦3を構えて割と威圧的な構えだな。まずは1回単発をして。続けて81を使った2連ダブルですけど。これ微妙かな。あ、刺さったね。正直4連鎖持っていたから今の2ダブ派かなり微妙だったな。相手も少し迷ったからな。それも勝った要因としてはある。さて、そのまま最後の1本ですね。っていうかぷよ実況ってこんな感じでしたっけ？なんかちょっとよそよそしくないか。いやー、ぷよぷよの実況方法をそもそも忘れるっていう。実況者としては一番ダメなやつ。とりあえず連結をたくさん作って対応できるようにはしておこう。あ、この単発はミスったな。それによって連鎖ギガほぼなくなるのは笑う。そんで一方的にお邪魔を食らっていく。しかも折り返し部分に2段振ったのできついっすね。一回お邪魔を掘りながら2ダブを打って。相手も結構きつそうな形しているけどね。ワンチャン本線打ってもいいな。あれは、本線繋げるにはかなり遠そうだからな。2連鎖で一回ごまかして。怒涛の赤ゾロ3連発だ。さすがにこんなに赤ゾロはいらないな。さあ本線打っていく。と言ってもこの本線かなり短いからな。火力的に大丈夫かなと思ったけど全然余裕そうだねこれ。いやぷよぷよのこと。完全に忘れていますねこれは。実況、プレイと共にリハビリが必要だなこや。さて、本日2度目の雑談パートもやっていきますよ。テーマは何でしょう？子供の頃怖かったもの。子供の頃怖かったものね。正直今も怖いものはいっぱいあるんですけど、比較的マシになったものを紹介しますか。それが子供の時だけ怖かったってことだからな。一番最初に思いつくのは、初期コナンの漫画とか怖かったんだよな。初期コナンの漫画？そう。初期ってなかなかエグい話あるんすよね。個人的に一番怖かったのが包帯男の回が怖かった。どういう話なんだよ。いやトラウマ回だからあんまり覚えてないんだけど、殺し方がかなり残酷だったんですよね。バラバラにしちゃうみたいな。あ、それは確かにトラウマになりそう。もしよかったらコナンのアニメが公式で上がっているのでチェックしてみてください。あ、でも寝れなくなったとかの責任は一切取りませんけど。見るだけ見ろって言ってあとは知らないのは草。基本的にそういうリアルなの苦手なんですよね。だからお化けとかありえなさそうなものは全然大丈夫だった気がする。あ、そうなんだ。サスペンスドラマとかも得意じゃなかったな。犬神家の一族っていう映画知ってます？あ、スケキヨさんのやつ？あれも子供の頃に見て結構トラウマもんだった。なるほどな。思い出した。あとあれも怖かったな。あれというのは、なんかサスペンス系の古いゲーム。なんだっけ、あのスーパーファミコンとかでめっちゃ怖いゲームあった気がするけど。かまいたちの夜とかじゃない？あ、それかもしれない。あれの雰囲気もかなり怖いよね。っていうか古いゲームの独特の怖さってあるよな。めっちゃわかる。画質の荒さが怖い雰囲気を増しているんだよね。僕がやったのはかまいたちの夜じゃなかったけど似たようなものをゲームボーイでやって、めっちゃトラウマだった記憶があるわ。ホラーゲームやって克服しようぜ。いやだわ、今やっても寝れなくなりそうだからな。この話言うと大体コメントでホラーゲーの最速コメントが大量発生するんですよね。その類のコメントは無視します。というわけで皆さんが子供の頃に怖かったものがあればコメントしてくださいね。うまく話を切り替えたなこいつ。さて、3戦目でございますよ。やっていきましょうか。先折り GTR 使いが多いですね。あれ、そういえばぷよは初期レートいくつにしたんだ。普通に2000にしておきましたね。ここは選択できる最高のレートにしておいたんだな。ぷよはテトよりやり込んでいたんでね。というかさ、ぷよスポじゃないんだからその感覚でやらない方がいいのかな。先打ちぶったとか。そうそう、こっちそんなに積もれないんじゃない。あ、ぷよはゲームスピード変わるとリソース管理の仕方が少し変わるのか。と言ってもぷよスポ以外あんまやり込んでいないんでできる前方は限られているんですけどね。最速とかガンガン打っていこうかなって思ったけどこれ法は狙いそうなんでそのまま行っちゃおう。ぷよテト2、初の法は火力は何点でしょうか。これでも多重が同時消しだから連鎖数少ないんだよな。相手も法はで打ってきたが、これはどっちがでかいんだろうか。あの同時消しの分が大きかったですね。あそこで火力に差が出たように見えた。12連鎖か。
最大火力も少なくなっている気がする。せめてトコプヨだけでもやっておけばよかったんじゃねえか。でもこの前ちょっとだけ10万 RDA やってたんですよ。あ、プヨスポのチャレンジモードのやつ？そうそう、なんかタイム遅かったからもう少し更新したいなと思って。あれ結構練習になるよな。単純に10万 RDA って難しいからね。40秒ちょっとで10万点を作るのって難しいよね。さて、相手は6列目が完全に空いているので地形が辛そうだな。向こうは2ダブの3連鎖かな。これは対応します。これで足りるかな。連結の差で少し向こうに帰りそうだな。1段振ったけど1列目に相撲を置いたのを確認して本線打つ。あそこで本線埋めてくれたのはありがたいな。このまま押し切れるかな。まあ7万くらいは打てたからめちゃくちゃ腕が落ちているわけじゃなさそう。徐々に飽和火力を上げれればいいんじゃない。今日の最後の一戦ですね。ここも勝っていきたい。次回からはプヨリーグも少しやっていくのか。どうしようね。プヨのモチベは復活してきたんだけど、プヨスポでやるかプヨテト2でやるか迷っている。他のプヨラーはプヨテト2とか買っているの？いやー、買っていない人もそこそこいるんですよね。個人的にはソフト切り替えるの面倒だからこっちで全てやってもいいかなって思っているんだけど、かそっても困るんでプヨテト2でやり込むかはもう少し様子を見ていきたいと思う。それとは別にプヨスポの動画を出してもいいんじゃないか。まあ確かにね、自分が大会運営とかするならなおさらだな。さて、今回も飽和して本戦を打ちたいなと思っているところだが。てか気づきました。連鎖ギが全くないことに。あ、本当だ。全然連鎖ギ入ってないじゃんこれ。紫が入っているようで全く入っていないっていうな。なんか連鎖ギの作り方下手くそになっているな。ていうか相手めちゃでかい最速打ってきたね。6連鎖で止まっていたので打っちゃいます。気づくの遅かったな。これもうちょっと判断早かったら、相手の時間をたくさん奪えたんだけどね。ここからは相手の伸ばし次第だね。っていうかその前に諦めましたね。地形的にも伸ばしにくい形だったからしょうがないね。トータルして判断力が全くないんだよな。今のもギリギリ気づいたからな。たまたま手を止めていたタイミングで最速が止まっていたって感じだったね。危なすぎるだろ本当に。今日は内容とかもう気にしないから、勝てばいいんだ勝てば。横山祭りになってますね。相手もかなり圧的な形をしているんだよな。絶対に最速をしてきそうな形だよね。いやー、これちょっと横さん作りすぎたな。ちょっとやりにくそうだな。相手は構えていても3ダブくらいに見えたので大きい最速打っていきましょうか。5連鎖ちょっと使いすぎたような気もするけど。最後はぷよぷよの王道の勝ち方、先打ちさせて勝つってやり方でいく。伸ばしすぎじゃねえか。間に合うのかこれ。いや、クイックとかじゃないからいける。積もれろ黄色青。めっちゃギリギリだけど引けたね。危なかった。とりあえずこれでいけるかな。火力は申し分なさそうだな。セカンドを組まれても余裕そう。やっぱりプヨテトはしっかり先打ちさせることが大事そうですね。セカンドとかもプヨスポほど組めなさそうだからな。というわけで2本目終わりです。明日からはまた1本投稿に戻るんでよろしく。よろしくお願いします。